さてどうもこんにちは、ダイダラです。さあ今日はですね、サブクエストっていうかクリア後にできるクエストいくつもあると思うんですけど、その中の一つであるね、一人すげえやりたいやつがあって見つかったので、それやってみましょう。そうです、これです。チョコボーにゃんを手に入れられるクエストです。チョコボクエー。この鳥何？これはチョコボと呼ばれる鳥だそうで、ウィスクエー。かわいい。チョコボっていうのはファイナルファンタジーっていうね、ゲームシリーズに出てくるね、まあキャラクターだね。クエクエー。なんて言ってんだろう、だから今私もわからないで、ウィス。ペラペライオンなら翻訳できるってすごすぎる。ペラペライオン鳥語も喋れる。ペラペライオン、イエス。チョコボの言葉だろうと、みんならペラペラです。なになに、ほんとクエクエクエ。ギザールの野菜が食べたい？ないでしょこの世界に。ニューヨーマシティで迷い込んだ謎の黄色い鳥チョコボ、お腹を空かせてるようだ。チョコボを助けてあげなくちゃ。助けちゃおうか。ギザールの野菜ってなんだろう。チョコボのご飯として有名な野菜でみたいでウェイス。まあ FF じゃ有名ですね。どこにあんの？日本で栽培してるおばあちゃんがいる。すごいね、日本。ジャポン行こう、ジャポン。段々坂にある、商店地の横にある秘密の抜け穴で、こっそり栽培してるみたいで、ウィスー。行ってみっか、あそこね。土の子とか昔いたとこだよね。さあ、爆走、チョコボニャンレース。レースなの？いいや。じゃあ、段々坂に行って、ギザールの野菜、もらいに行ってみましょうか。じゃあ飛びますね。どうやって行くんだ？ジャポン。どこだ？商店寺。行ってみます。秘密の抜き穴か。鳥海さんだっけ？鵜飼さんだっけ？あの人もまだいるのかな？懐かしい世界だぜ。はい。うわー、めっちゃ雨降ってるまだ。ヘリコプターポイント結構あるんだけど、全然まだ乗ったことないんだよな、俺。いや、とりあえず行ってみますね。こちらです。ギザルの野菜、作ってるのかな、ここで。お、なんかいるぞ、おばあちゃん。傘さしてる。おばあちゃん、道案内したおばあちゃんちゃう？違うかな？こんにちは。おや、まあ、こんなとこでどうしたんだい？ギザールの野菜欲しいんですけど、ギザールの野菜が欲しいのかい？おばあちゃん作っとるよ。いいよいいよ、持っておき持っておき。うわ、ギザールの野菜ってこんな形してんだ。うわー、いい人だ、ありがとう。これもあげように。うわ、人参ももらった。え、いいんですけど、あとこれも持っておき。え、きゅう、いい人だな、おばあちゃん。担当薬剤食べて大きくなるんだよ。でも俺野菜甘すぎちゃうねん皆さんは野菜とか好きですかね。まあ、好きな方はいいですね、ほんと大きくなってください。好きじゃない方はね、大きくなろう。うわー、仕切るんじゃない？これ誰だ？誰だ？誰だ？バトルします。なになに、スネスネーク枕返しと、よし、ちゃってつけちゃいますね。強いかな、そんな強くないでしょ。もうここって序盤でこれ72。めっちゃ暗めっちゃ暗めっちゃ暗。何何何、これ強いぞ。仕切るじゃん、仕切るじゃない、スネークスネースネーク。ランクいくつこれ？ B ランクか。うわ、そこそこ強いヨガやったか。よし、なんかびっくりしたぞその妖怪もおるんやな。まあいいや、ういっす。はい、ということで、わー、元気派、元気派。あ、枕返しじゃん、友達でーい。なるなる、今日からよろしくな、みんな。ニックネームはつけない。イエイ。おっしー。じゃあ、ちょっとここね、この先行ってみたかったんだよ。ランクいくつかの扉開けたらいけるところ。お、超秘伝書じゃん、めっちゃ熱い。でも妖怪たちは俺にビビってるね。懐かしいぜ。で、ここが、あ、鳥海さんちだ、鳥海さんち。懐かしいね、ドア開けとこうね。鍵開けた。これでいつでも鳥海さんち来れるようになりました。
鳥飼さんってクエストあんのかな、まだなんかめんどくせえ人なんだよな、この人。うわ、こいつは死神鳥だ。いたいた。彼には優しいの、素直になれないの。ウィース、久しぶりじゃん。客が珍しい、ゆっくりしていけ。どうしていいのかわからん。おもてなしじゃったが、これをやろう。ありがとうございます。快適クローゼット、何これ。さっぱりわかんねえけど、ありがとう。クローゼットをあげる人ってね、珍しいよね。ありがとうしか言えねえよね、クローゼットくれるんだったら。さあ、また帰りたいと思います。ニューヨーマシティへ。ギザールの野菜とりあえず渡しましょうか。もらってくれるかな、チョコボ。チョコボ、チョコボコ、チョコボーイ。チャリ乗れる。いいぞ。まあ、レースすんだろ、でもこの後食べたら。いいよ。クイ。ほら、持ってきたよ。食べさせてやるにゃーん。ギザールの野菜手渡した。クイー。あ、喜んでる。イエース、最高に美味しいと言ってまーす。クイー。どうしたにゃん。一緒に遊びたいようでーす。どうやるの？走り回るのが好き？足が速いみたいでウィーす。自転車乗ればいいにゃん。クイー。じゃあ、チャリンコレース。チョコボレースが今始まる。やろう。俺結構うまいよ。自転車レース全戦全勝だから。かかってこいや。え？どうしたにゃん。うわ！出たー！チョコボニャン。乗っただけ。チョコボニャンって何？一体感だにゃん。こいつは俺っちのバディだにゃん。さあ、抱いたらレース始めるにゃーん。何、仲良しじゃん。俺も乗りてえよー。さあ、始まりました。レースです。ニューヨーマシティを、おぉ。わ、ちょもね、ちょっと早いぞ、普通に。早ない普通に。早ないなんかずるない早ないちょ、待って待って待って。やばい。これ普通に負けちゃう、負けちゃう、負けちゃう。何も見えへん、何も見えへん、何も見えへん。やばい、やばい、やばい。コースがわかんない。アイテム、アイテム、失いアイテム。アイテムないの？折り返し地点。ちょ、待ってくれよ。早えよ。さあ、今のところね。おー、ちょ、止められた。じゃあ、ほのぼの邪魔だって。チョコボニャンが圧倒的に速い。これ、勝てんのか、これ。やべえって、アイテム拾わねえと勝てんねえ、これ。アイテム失いない？あ、やばい、ゴールされた。邪魔。嘘。俺3位だよ、今。ゴール嘘。え、超強くないこれ。嘘やん。こんな勝たれへんって。新記録達成やったけど。一瞬ボーイも早かったし。わからんなは遅すぎや。いや、でも今のは皆さん、様子見です。クイーン。はいや、遊び足りないにゃん。一回降りるにゃん。でもう一回やります。ちょっと次こそ勝たせていただきますので、で始めよう。また乗っちゃうねえ。チョコボニャンで何なの。いや、今のね、話を見るためだけにわざと負けましたのでね、今度こそ倒しましょう。最初にアイテムを取るのを絶対。これ結構むずいんだよな、ほんと。嘘。そこで負けるの嫌だよ。うわ、最悪。ちょっと待ってって。お前、引っかかってもうだよ、最後。うわー、いかれたー。うわ、2秒ぐらい早くなったんだけど、最後のね、あそこ引っかかったのが、いけませんでしたね。ちょっと待って、これ一生やり続けることになっちゃうじゃん。普通に。ちょっと待って、1早え。うわー、最後の最後。うわ、ちょっとやで、あと。ちょっとでも、割り込んでくれ。これ、相当縮めてやるけど。これでもあかんの？これ何秒縮めなあかんねん、これ。それでは始まりました。チョコボレーシング、スタート！いくぜー！
チョコボニャンがね、本当に速いんだよ、足。ここまで足速いのってね、そういないよ。よし。さあ、スタミナムアルファを絶やすな。今回すげえ一番いいかもしれん、今までの中で。今までの中で一番流れがいい。よし。スタミナムアルファしっかり取って、いいぞ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 。いいぞいいぞ。ボードボーノ、ボードボーノ。邪魔ボーノ。落ちてるスタミナムアルファ、シャンド回収。やべやべ、ダイダラゲームうまい？逆、ダイダラゲーム下手。ちょ、待ってそれ。危ないって。行ってくせえ、もう。大丈夫だ。まだ大丈夫だ。大丈夫。よし。ほい。ほい。さあ、スタミナは、これいける。絶対勝った。いけ。このまま。超速タイムで、ゴールだぜい。50秒、超縮めた、最後。このタイムじゃないと勝てないんだ。相当しんどいな、このゲーム。一回ミスったけどね、なんか逆方向行っちゃったけど。あれ、チョコボニャン一瞬ポイント負けてんじゃん。クソ雑魚かよ。まあ、俺がチョコボニャンが取るな。アイテム全部取ったからな、ほんと。すごいニャンでしょ？楽しかったニャンね。このメダル受け取るニャン。チョコボニャンってなんでチョコボニャンのメダル持ってんの？おかしいでしょ。まあ、ありがとう、でも。ブリッジ。なんであるの？ほんとだよ。クリスタルに導かれたのニャン。よろしくニャン。ジバニャン乗っただけじゃんっていう。ほんと。まあ、ファイナルファンタジーズのコラボだよね、これって。なんか、ファイナルファンタジー40でもチョコボ、妖怪ウォッチコラボで、なんか、ウィスパーの乗り物とかいろんなものがゲットできるらしいよね。なんか、すごい大変らしいけど。あっちもね、こっちも相当大変だったもんね、ほんと。さあ、金庫系。うまいこと出てくれよ。頼むぞ。金庫系、売りたい、お金ないんだよ。頼む。金欠の俺に、救いの手を、もう一個。動かん。なんでイカ天。スプラトゥーンやるか。辛いぜ。さて、じゃあちょっと、チョコボニャンのね、必殺技でも見てみましょうか。さて、チョコボニャンのステータスはこんな感じですね。最初基地でレベル30で A ランクの妖怪です。レアついてる。チョコリージェネ。繋がってる味方の一ポイントを回復してくる。なかなかいいですね。素早さすげえ高くて力が高い。早いアタッカー。ジバニャンとなんか似たような感じかな。蹴り。嵐の術。で、チョコ物に取り付きですね。素早さが上がる。で、チョコニクラッシュっていう範囲攻撃ですね。よし。で、ちょっと必殺技打ってみましょうか。さ、チョコボニャンの必殺技打ってみましょうか。いったね。チョコニクラッシュ。うわ、なんかファイナルファンタジーの世界観のね、フィールドを歩いてみたいな技だったね。へえ、なかなかいい技だったね。威力も高いし、範囲広くて威力高いから、まあでも、S ランクの妖怪には一歩劣るって感じかな。まあでも、使いどころは、いいんじゃないの？範囲攻撃だから、闘技場とか、闘技場だっけ？公式バトルとかで、ね、使えるとか、そんな感じかな。まあ、今後、俺は使うかどうかって言われたらちょっと悩むけど、みんなをね、ぜひとも使ってみてください。今ちょっと、勝利ポーズがクソ可愛かった気がする。はい、ということで、今回はちょっともうクエスト1個だけとなってしまいましたが、これで終わりたいと思います。レースがマジ疲れた。もうマジ負けまくったからね。ということで、皆さんもね、ぜひともこのチョコボニャン、ぜひとも入手してみてください。クリア後からみたいですよ。おつぱよ。じゃあの